で、全敗するので、縁起悪いなと思って、やめました。クルムライト、オシュリフ。時計村の時計さん。プテさん、どっちかわからない。ナイスー、はい、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 ナイスー、なんですね。はい、桜井さん、何のタスクしましたか？除染ですよ。あ、除染か。ちょうど終わった。ちょうど終わった。本当ですか？三刀さん、早くないですか？信じれるな、でも。そんなもんじゃない。直行すればいい感じです。ああ、そうか。直行すれば信憑性高いな。10.4 秒から 11.4 秒なんで、まあ終わったぐらいでいい感じじゃないと思いますけど。うん、急やりに行きたいね。あ、でも貨物もう一回湧く可能性あるからな。手で直そう。はいもう、はい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 。なんでパリピよパリピ。ポイポイポイ。パリピなんかな今の。ガミさんクソ白いっす。白い。あ、アルマさんは黒いっす。時計ですねそれ。そう、今日時計ブランにちなんで。あ、時計で。おお、素晴らしい素晴らしい。三ポイント。はい。三ポイント。やばい。しかも足湯さんが付与するの。主催差し置いて足湯さんが付与するの？足湯。足砂。三。五。一。3、5、1、7、2が欲しい、4、お、いいね。わ、早っ。はいはいはい。武器庫とキッチンのドア前ぐらいです。武器庫とキッチン。どっちでしたっけ？プテさんでしたっけ？サクヤさんなんで、サクヤさん。はい。今回、藤宮が昇降機右で手で直してます。はい。アミさんって白いんでしたっけ？いや、あ、まあまあ、さっきのターンは白いな。めちゃくちゃキッチンにいましたけど。いました、最後。あ、スナパイさん見えてました？ガミ、エンジン脇で、コクピット、武器庫、キッチン、展望、最終キッチンです。で、はい、武器庫からキッチン行くときに、サクヤさんとすれ違って、サクヤさん、武器庫行ってますね。うんうん。はい。他の目撃はエンジンで足湯さんと湧いたぐらいしかないです。うん、うん。うんキッチン、え、キッチン武器庫の間でしたっけ？です。え、ゲンさんはどっちから発見したんですか？ゲンのルートとしては、キッチンのバーガータスクをしょってやりかけて、結局できなくて、もう一回やって、うん、で、その後武器庫の上の銃のタスクをしまって、下の銃をタスクしまおうとした瞬間に停電始まり、ちょっと停電無視して、下の4丁の銃のタスクを入れ終わって、で、キッチンの方に向かおうとしたら、レポートが光ったという状態です。うん、はいはいはい。あとドア多分開いてたと思います。あとすいません、確認お願いします。次のターン。うん、あ、シェイさんどうぞ。あ、サントスさんはできないです。僕、エレクトリカルにサントスさん残してエンジンルームまで行ってるんで。はい、エンジンまで。あ、この2人エンジンで、あ、エンジンじゃない、エレキで見てます。うん。で、アルメガシャワーなんで、そっちは無理ですね。夏川由紀一なんで言っておきます。うん、アーカイブターン脇で、貨物で停電盤を開いて、右から2番目が直ってます、最後。合ってます。ジーミヤ君最終位置はどこだ？よしよし、昇降機右です。で、直して上がったとこ。ああ、藤宮君対抗でいいですね。僕がアーカイブのドア開けて、昇降機階段降りて、ダウンロードしようとしてたとこで誰も出会ってないので。直した人って出てないですよね。あ、でも対抗でいいです、藤宮君は。階段で間違いなく。メテンさんが教授の可能性があるんで、ああ、まあ、まだ次は危ないので。ね、でもね、梅健さんはね、そこに行ってるのは僕を見てるから、アーカイブのドア開けて、昇降機右に入っていってるのを見て、僕は本タスクやって終わりくらいなんで。藤宮さんが昇降機右で直してるのは、
だって死にはないです。宿舎単脇でリフト移動して左から右。うーん、まあ他に手で直した人いないなら僕視点新脈インポスター確定で、で藤宮さんが多分梅健さんは俺が直してるから展望で直してることになるよね。多分直してるのが事実だから、てかあとは直した方がお肉になってるパターンぐらいしか多分ない。ああ、うん、手さん、おー肉鬼肉、メサも待機するか。来たー。え？誰もしてくれない。お。うん。うん。アルマ君が目の前で来てましたね、目の前で。待ってかれた。藤宮君。サントスとりあえずシェルフ使用しておきます。はい、切った。どうぞ。ナツピアンさんに今の藤宮くんの情報を出してくれたら多分藤宮くんインポスターで大丈夫だと思う。あ、はい、藤宮さんは弁当から出てきて最後のキルは見えてませんが、まあ、その主張するのは梅健さんとナツピアンさんだと思います。所定で停電を直している人物が名乗り出ていない以上僕しか名の、直した人物がいない。あ、死んだ人か、展望で直して位置を変えてるパターンもある。展望で直した場合は、展望はごめん、否定できます、うん、展望からガミさんが出てきてるのを見てるんで、その場合ガミさんが直したって、だからガミさんが直したって言ってないとおかしいから、うん、でガミさんが直してない以上から藤宮が証拠機右で直してるのは確実で、梅健さんが言ってることがもう破綻してます。わかる。梅健さんが下まで降りてダウンロードしてるっていう話だったら、うん、あの梅健さんの主張が正しい場合、停電を誰がどこで直したことになるのかがわからん。昇降機見直してベントで飛んでキッチンで切る人、それはさすがに間に合いますよ。停電ありますよ。直って多分3秒ぐらい。自分がエレキ石油側からのアプローチでキッチンに入って、ガミさんが展望デッキから出てきて最後キッチンでガッチャンコしてるから、うん、弁当使ってそこの位置に切るに行けないですね。じゃあスナパイさん、今梅剣がジンガーに見えてるでいいですか。はい、了解。サントスさんとアシュさんとはエレキだってるんで、ここは白で大丈夫です。じゃあスナパイ藤宮ラインと梅剣ナツピオンラインで、あと原始点の話したいんですけど、酒屋さんのお肉が、まあ何回も言いますけど武器庫とキッチンの間やったんですよ、うん、このお肉は藤宮さんが作ったと梅剣さん思います。あ、どうですか酒屋さんの。はい、酒屋さんの方多分遠すぎません、さすがに。まあどの道僕してはインポスターしかないから、私はだからプテさんの方は藤宮さんが結構濃いと思ってるんですけど、酒屋さんの方はちょっと届きにくいかなと思って、そっちのお肉の犯人を探したくて、スナパイさんかガミさんじゃないの、だとするとスナパイさんが硬いのかなっていう感じは今しました。ガミさんが亡くなったんで今ので。いや、そもそも停電の理論で梅健さんが破綻してるので、どこが、いやだから証拠に従い直してから藤宮さんにします。ごめんね、そんなに決定的なあれはないけど、うん、まあマットいないことにかけて梅健さんまでローラーお願いします。ボタンを押します。僕しか直してる人物が出てこない以上、僕が証拠機右にいるのは確定情報です。うんタスク無理やな。コミサボ貼るか。いや、さっきのコミサボ手間取んなかったら2枚死ななかったんだよな。はい、よいしょ。はい、はい。決め打ちしかないと思うので、うん、縄的に、うん、まあ、もし今のが失敗だった場合は多分もう負けになるので、梅健さん、夏ぴょさん、白沖、藤宮さん、黒沖で、スナパイさん、ガミさんの選択になりますが、まあ、ガミさんが。さんは死んでる。ん、うん、あ、ガミさん死んでる。さっき死んでるから。じゃあ、スナパイさんか。スナパイさんで終わりそう。計算してはそうだよね。計算してはあ、うん。待ってください。終わんなかったら私、疑ってもらっても大丈夫。待ってください。死んだ人の中にもうマットメイトが含まれている場合は、まだローラーができる可能性があるので、マットメイトが生存してるかしてないかの確認だけしたいので、自分を釣りたい場合はもう自分に投票していいですけど、
僕は梅健さんに投票しようと思ってます。うん。はい。で、サントスさんも梅健に入れ、さんに入れてみてほしいんですよ。それで、同票でなっちゃうようだったら、あれです、マッドメイトが生存しているので、サントスさんに、対抗位置である梅健夏ぴょんを切ってほしい。スナッパイさんは。スキップになるようならです。マッドメイトがいるかどうかの確認をしてほしいんだったら、まずそれをするべきであり、いやだから今してるんです。あの昨日藤森さん釣りになったのを僕は反対できないので、多分否定されてるのって夏ぴょんさんくらい今生きてるって、私と夏ぴょんさんくらいかな、サボ直すのって実績あるって。マッドメイトの感じですよね。マッドメイトが否定されてるのが、はい、1個いいですか。はい、はい、梅健さんがあのシャワーでアルマに最後見られてて、ここは白取りますって、うん、アルマから出てるので、僕は結構梅健のことは白く見てて、うんうん、マットやったとしたらアルマ君のこと切らないはずなんで、梅健サイドが陣外の場合だから割と藤砂か藤源とかちゃうかなっていう風に思ってます。ああ、そうだよね、うん、だから砂源で終わると私も思ってます。うん、砂パイさんがマットだった線があって、源さんがインポスターを終えるぐらいかなって。そう、源さんどこだ、あ、死体発見だっけ。はい、まあまあ、夏ぴょんさんも、まあ、誰も見られてないんでインポスターの可能性はあるんですけど、まあライン的に言ったらスナパイさんが一番濃いかなっていう。うん、だよね、そうだよね、決め打ってるから、そうバランスとかを取る縄がないので、段階にないってことね。うん、そう、ちなみに現藤井だった場合、私初手から藤宮さん結構殴ってると思うので、梅木さんに入れはします、入れはします。ちなみに小麦サボ直すの遅くて2人死んだんで、私の練習不足です。練習不足。終わると信じたいけどな。うん。あら。おお。足湯さん、あ、つー、あー、見事でした。これは厳しい。いやー、あー、あ、そういうことか。イビルで絶望しつつ殺しに来ました。みんな戻って戻ってくる恐怖が。あれもイビルだったんだ。ワンチャンアクションあったの。そうですね。位置関係によってはいけたかも。ドンマイ。ドンマイです。ありがとうございました。いや、いいキルペでした、でも。うん。